成和川は、高橋川水系の最大支流で、広島県北東部から岡山県西部に流れる一級河川。広島県域では、東条川とも呼ばれる。広島県と鳥取県境の広島県小原市、東条町小ぬかの道後山に源を発し南流。東条の市街地を縦断後、東に向きを変える。木尾高原から岡山県側の高橋市備中町まで侵食による、 深く美しい渓谷美を作り出し、高橋市中心部で高橋川に交流する。延長、77. 7 7 7トル流域面積は929.5平方キロメートルで高橋川水系全体の流域面積の約35%を占めている。成和川は岡山県内で最初に水力発電所が設置された川である。 吹屋矢道山へ送電するために建設された笠上発電所が運転開始したのは1902年10月9日であり、これ以降も以下は大社川、成和川の各発電所が次々に建設された。そして1968年には岡山県南への電力と工業用水の需要拡大に対応するため、成和川発電所を廃止した上で、日本最大規模の重力式、 アーチダムである新なり川ダムを根幹施設とした中国電力新なり川発電所など3カ所のダム、発電所が完成し、同時に備中湖という人造湖が形成された。ありがとうございます。